せば本土へ渡してくださるそうだ。そんなの知ったこっちゃないよ。皆の命がかかっておるのだ。お主が武勲を立てれば道は開ける。よいな。さあ酒井、行くぞ。まことの武士だね。絞り取ることしか頭にないんだ。目指すは豊玉だ。橋は行けぬか。ならば森の古い隠れ道を使おう。行くぞ。叔父上、もっと早くお助けできれば。何を謝ることがあろう。ハーンはどのような男です。一言で申せば切れ者の獣。誇りなど微塵も持っておらん。奴は言葉を学び叔父上を生かした。その狙いは。本土を攻める折の助力を壊れた。褒美は富と権力に女だ。まさか鎌倉を裏切れと。あの侮辱だけでも生かしておけん。時にユナとはどのような女子だ。勇気と忠誠を備え腕も立ちます。なりわいは野党だと聞いた。大義に応じる者を手放せとおっしゃるのですか。あやつは勝利を求めておらぬ。褒美だけ。厳しい戦になろう。味方が頼むに足るかを知らねば。私がお支えします。ユナも。かつてこの島は混乱を極めた。そこに秩序をもたらしたのは他でもない我ら武士だ。民に見せねばならぬ。我らが島のために戦えることをな。お前は一度故郷に戻り、殿下の鎧を受け継いではどうだ。私には時期尚早かと。亡き父も喜ぶぞ。飲む。さあ。この匂い。燃える木とムクロ。消えたものめ。伊豆原の村もここまでではなかった。わしに逃げられた腹いせということか。誇る畑を守らねば来たる冬は乗り越えられぬ。どうにかせねば。猛虎どの。騎兵がいます。押し通れ。どうしよう、どうしよう。ガッツとセーフ。ガッツガイ。ガッツ。で見た兵、ハーンの精鋭だ。北を攻めておったはず。走れ、ノブ。かがり火台は敵の手に。二
再び火を灯し、藩に見せつけてくれる。民も喜びます。島中のかがり火台を全て取り戻す。これは手始め。ハサミ打つ気か。
手に取ってやろう。弓を構えて。切り捨てろ。皆殺しだ。大義を分かってくれたか。私はこの島を出る。タカも一緒に。まだ住んではおらん。参るぞ。かがり火台の火を灯し、金田の木の勝利は始まりに過ぎんと猛虎に示す。ハーメン、待っておるがいい。来てくれたのだな。見事な足止めであったぞ。当然の行いさ、志村様。お主のような武人が多くおればいいのだがな。その目を開かなけりゃ見つけるのは大変だろうけど。申したいことはそれだけか。我らはかがり火台に参らねばならん。槍川には兵が大勢いる。壁が抜かれてなけりゃね。かつて槍川家の反乱を収めた。わしは恨まれておる。知ってる。あそこで育ったから。だから盗みがうまいのだな。ユナはとても口の立つ女です。助力するよう説き伏せられましょう。よろしい。酒井と共に兵を集めろ。さすれば本土への船を調達してやる。弟も一緒に。元槍川で待っておれ。恩に切るよ。我らの意を示してくれる。ハーンに見えるでしょうか。見えるとも。
西村の城を取り戻しましょう。そして猛攻を打つ。誇りある武士らしく。里に戻り、殿下の鎧を手に入れ、槍川を味方につけよ。わしは将軍様に援軍を請う。いかに下踏みを送るのです。わしの尻人を頼らねばならんな。ウムギ谷におる五郎という名の船乗りだ。では私が探しましょう。ならばわしは宿営で待っておる。離れることになるな。くれぐれも用心しろ。必ず生きて戻れ。酒井様、牢に捕虜がおりました。僧兵のようで、お話をしたいと。僧兵だと承知した。安則はあまり飢えてないよな。なんでだ。あいつは人手なしのクズ野郎だからだよ。飯を食うためならぬず。海も殺しも厭わないんだ。家族が多いんだ。酒井様、おかげで命拾いいたしました。そうだと聞いたが。杉寺です。菰田の剣を耳にし、猛虎と戦うべく馳せ参じました。しかしこの地で会えなくも。なるほど。何があった。不意打ちに遭い、生け捕りにされ土牢に押し込まれました。飯もなく、一寸先も見えぬほどの暗闇で。まず常言が連れ出され、あやつの怒号が聞こえました。ほどなくして悲鳴に変わり、そして人が焼ける匂いが。その後やつらはついに私の兄炎上を。炎上、守り手の。そのような最後たけきそうだったが。良き兄でした。お主は。ノリオと申します。この牢におりました。6人が入るかという大きさ。いいえ、10人以上いました。少し歩こう。見せたいものがある。豊玉からの旅路どうであった。口寺は無事です。赤島の楠氏の村も、産木谷も猛虎に抗っていると聞きます。ここでよい。敵は何千にも及びます。志村殿が戻った今、我らは勝ったも同然。戦に加わらぬか。杉寺の僧たちならばおそらく一日で召集できます。加勢により皆で猛虎を海へ押しやってやりましょう。
亡くなった兄君や総兵皆の仇を取るぞ。仇討ちではなく平和のために戦います。もし藩の捕虜にされれば俺はためらうことなく自害を選ぼう。フツシを救うため赤島へ参ります。折を見て酒井様もいらっしゃってください。方針を紹介しましょう。島で一番の靴下と言われています。赤島で会おう。早く船で海に出たいな。俺もいつか波しぶきを。お侍様、ちょうど西行様のお言葉を思い出していたところです。心を清めるにはまず体を清めろとか。ふん、里いいお方のようだな。晩年はもっぱら湯に浸かって過ごしたのだろう。ですが少しは特進がいきませんか。癒しの水、清めの湯気、紅葉の葉から漏れる光、戦に向けて心を研ぎ澄ますには湯に浸かるのが一番でしょう。そうかもしれんな。湯に入りたくなってきた。この悲しみをいかにして乗り越えればいい。弓の修繕をいたしましょうか。助かった。槍川にまたお越しくださいませ。捕まったのです。酒井様、ご無事で。槍川の怨霊がこの世に蘇ったと聞きました。元槍川で人を殺し回ってるそうです。聞いたことのない話だ。猛虎の仕業ではないのか。槍川様の呪いの話をご存じないのですか。でしたら琵琶法師に司祭を聞くとよいでしょう。元槍川にいるはずです。話を聞いて正体を突き止めよう。負けじゃない。鎧を整えてもよろしいでしょうか。これで安全です。
素材を十分にお持ちでないようですね。一族、足立家の雅子様が一段とご立派になられましたね。You for letting say.待たせてしまったな。あなたが生きているということは、志村様が自由の身という噂も本当。祈っておりました。安全なところへ。抜かれてないぞ。このご恩は忘れません。さあ、早く逃げよう。
殺されるかと思いましたよ。奴ら、御作様の鎧を探し取りました。鍵をお譲りしましょう。あなたにこそふさわしい。御作の鎧、必ずや守ってみせよう。一つだけノートに感謝してることもある。うちに帰りたい。いつも眠ってた。ノーコが何者かって噂聞いた？金国と高麗を暮らした奴ら。島がこんなに早く乗っ取られるなんて嘘みたいだ。あの時、私はアザモウラにいて。
おつるごとくに登るれば木は老い伸びていつか栄えん。よし。何があった？賊に襲われ、食べ物を奪われたのです。米粒一つ残らず。そやつらはどこへ行った？北東の森の中へ。盗みを働いたことを後悔させてやる。殺してはなりません。賊も生きようと懸命なのです。約束はできぬ。調べよう。風の音だろう。死ね！そちらの精鋭を出せ。さあ侍の技とやる。
米だ。盗んだものに違いない。よくぞご無事で。取り返したぞ。お米、最後に口にしたのはいつのことだったか。盗まれたのではないのか。どうか、お許しを。たばかったとは。このような時に賊に食わせてどうするのです。それに殺さぬように頼んだはず。致し方なかった、はあ、私のせいで。嘘をつかずともお主を助けておったぞ。これきりにします。信じてください。手に入りにくいものが揃ってますよ。役立つはずです。また来よう。どうかお気をつけください。流入を癒すためにある薬師が向かっているのですが、間に合うかどうか。病人はどこだ。野営にいるルミンです。病に侵され救いの手を待ちわびています。もうこの手は筒まで伸びておるな。街道も危ういはずだ。その薬師を守ってやらねば。喉が焼けそうに痛む。さあ、うちの道具を見ていってください。いざ勝負。やけた。どうしよう。
Hindman! Ой, өнөө гэх чи хардаа. Thank you.
勝負しろ。コレクシッナムコンジョン。お侍、もうこの奴ら小清水の村へかけていきましたよ。小清水には随分と世話になっておる。様子を見てこよう。ありがとうございます、酒井様。Thank you.